そのまま挟んだ状態で上に引っ張ります。で離れるとカールがついていきますね。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、ストレートアイロンを使って簡単に内巻きになる方法をやっていきます。だいたいこうストレートアイロンで内巻きにするときって、こうやってこう手首をこうやって返さないと、今ちょっとなんか今までは難しかったかなと思うんですけど、まあ、今回はもうこのまま挟んで内巻きにするっていうすごい画期的な方法になります。 SNS とかで結構やられてるところとか見たことあるかなと思うんですけど、それを簡単に今日は分かりやすくやっていってますので、ぜひ皆さん内巻きやりたい方参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まずは櫛でしっかりと溶かしていきます。クレイツさんのハイブリッドストレートで、温度は140度でやっていきます。で実際に毛束を取ってやっていきます。ちょっと細めの方がいいかなと思うので、だいたい 3-4cm 幅ぐらいの毛束を取って、アイロンで半分ぐらいを軽くだけ挟みます。軽く挟んで、まあでもずれない程度に挟んで、そのまま挟んだ状態で上に引っ張ります。ぐーっと上に引っ張って離れるとこのぐらいのカールがついていきますね。もう一回やっていきますね。その後ろの毛束 3-4cm 幅ぐらいで取って半分ぐらいで軽く挟みます。ずれない程度に。でそのまま上にグイーッと引っ張って抜いていきます。このぐらいのカールがしっかりと出てますね。全体的にやっていきます。下の部分も挟んで上に引っ張るだけです。反対側も同様にやっていきます。後ろ側も同様に毛束を取って、持ってこれる範囲でいいかなと思うので、できるだけ横に持ってきてアイロンで挟んで上に引っ張っていきます。で襟足とかって結構やりづらいかもしれないので、この辺ちょっとあんまり無理しないで、もう本当に取ってそのまま少し上げるぐらいで大丈夫です。ちょっと下の部分はカールがゆるくつけばいいので、あんまりグリってやるよりはもう本当に挟んでちょっとこう上に上げるぐらいで全然自然に出てくれるかなと思うので、この辺はちょっとやけどにだけは注意しながらやってください。アイロンが終わった状態ですね。ちょっとまあカールをほどいてないのでこうボワッとした状態なんですけど、ここでスタイリング剤をつけていきます。今回はリレーのフリーバウムを使っていきます。こんな感じで結構保湿力高めのやつなんで、手になじませて指をこう下に向かって通すような感じでつけてあげると綺麗にツヤっぽくつくかなと思うので、でつけたらカールを少しこう広げるような感じ、こう毛束があったらちょっと横にこう広げるような感じで束感をつけてあげるとツヤっぽくウェットっぽい仕上がりになるので、綺麗な感じに見えるかなと思います。結構簡単にシンプルにできましたよね。多分本当に手首返さずにちょっとこう挟んで上に上げるだけで綺麗に内巻きに入ってくれるので、結構こう角度だったりとか難しくて悩んでた方、ぜひこの方法でやってみてください。次回はこれで外巻き作ります。理論は一緒なんですけど、ちょっとやり方だったりコツがあるので、またそれを解説していきますので、次回の動画もお楽しみください。それではまた、さよなら。Thank you.